ドジャース後4ジャイアンツ3日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手に待望の1号が飛び出した、チケット完売5万2746人が詰まった本拠地の興奮が渦巻く中、ダイヤモンドを回った背番号17をベンチの前に待ち受けたのはテオスカ・ヘルナンデス外野手だった。動画待待ちに待った1号のの瞬間スタジアムが大興奮ドミニカ共和国出身の31歳ベテランは 飛距離131メートルの打球が宇宙間席に飛び込んだ直後のベンチの様子を全員が祝っていた。彼以上にチームのみんなが喜んでいた、と表現した。自身は前日まで8004本塁だと絶好調。ホームランを打つたびに大谷からは、おお、ワットアパワー、ワオ、すげーパワーだ、と声をかけられていることを明かし、だから、今日は俺が、すげーパワーだな。って言い返したよ。 と言って満面笑みを浮かべた。ベンチ前まで飛び出し、大家に浴びせたのはひまわりの種だ。ヘルナンデスは、これは俺が2017年にアストロズから、現ヤクルトの青木と共にトレードされたブルージェイズで始めたんだ。他のチームはホームランのお祝いがあったけど、あのチームにはなかったからね。だから、今日はベンチにあったひまわりの種を使ったんだ、と説明した。チームは1点差で逃げ切って4連勝。 ヘルナンデスは最初の一本を打てて気持ちよかったと思う。これからたくさん打つと思う。と、サクキキングの量産に期待を寄せた。